ロイドワンの時間がやってきました。イエイ。はい、どうも、今回は千葉県柏市にやってきました。初訪問のラーメンショップさん、こちらのお店です。行きましょう。そして、選手団の皆さん、国民の皆さん、期待に。
ということでいただいてきましたラーメンショップ新柏店さんのネギラーメンでした。まずここのねお店の印象なんですけども、おそらく家族経営なのかなとは思うんですけども、非常にこうのんびりした空気、ラーメンショップさんって基本的にまあ穏やかな空気のお店ばっかりなんですが、その中でももう群を抜いてというか、なんだかこう自分の家でテレビを見ながらねご飯を待ってるぐらいののんびりさ加減を感じました。うん。そして味の方なんですけども、今回はお好み聞かれませんでしたのでデフォルトということだと思うんですが、とにかくスープがね、味濃いめじゃないということを置いといても本当に口当たりの柔らかい優しいスープでしたね。うん。そしてネギは優しいスープに対してネギはね辛さが残った感じで、味もねそんなに入ってないんですよ。だからこう元のネギに近い感じのシャッキリ、そして辛みがあるネギ、そして優しいスープというのがね印象的でした。こちらの店はもしかしたら自分の好みなんですけども、私味変を、元のスープかなり口当たり優しいので味変をね結構バンバンしてもいや嫌味にならないかなというような感じのラーメンでした。うん。はい、ということでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではではまた、バイバイ。